ジャパンシクロクロスシリーズ第6戦、野辺山、今日は11月の、15日金曜日で、前日です。16日だった、うん、で時間は今、2時51分です、これからちょっとコース回ってみます。じゃあスタートします。まだスタートゲートとか立っていません。で一般公道なんで車も来るので左側走行で行きます。さっきまですごい暖かかったんだけど、やっぱり日が落ちてはいないんだけど、夕方になると寒いね。エリートのスタート時間が多分このくらいの時間になるのかな。で男子エリートの時間が、はい、第1コーナーです。例年通り、マップを見た感じだと、延山の全日本の時と同じレイアウトに、なってるね。さっき歩いて細かいところ見てきたんだけど、大幅に変わってるところはないのかな。ここ入んなきゃダメでしょ。まずここだ。あ、違う、ここじゃない、間違えた。前だ前だ、今のはキッズだ。舗装路の、緩い上り坂を2分の1まで行かないけど、まあ、半分ぐらい登って一回ゴールゲートの方行きます。からそろそろ出てくコーナー、これ例年通り逆バンクなんで、ちょっと脱線しないように注意だね。スタートでちょっと位置取り激しいと、あのネット直行しちゃうんで、はみ出さないように。車の轍で両端がひび割れしてるんで、真ん中が走りやすいですね。といっても真ん中も結構ペコペコしてんだな、これ。C2 以上で使うロングコースの下見っていいます。エリートと CJ、CM1、C2、M1 のみのコースを今走っています。全日本の時と違ってあんまり上まで行かないで手前左曲がります。橋を渡って左コーナーを曲がる と、すぐにキャニオンジャンプ、いわ滝沢渓谷のジャンプがあります、まあ、後で多分注意看板とかつくんだろうけど、ここうっかりちょっと落っこちないように結構な段差なんで、よく思想で確認した方がいいね。ちょっと曲がってから意外と距離がないんで、忘れてるとそのまま穴に落っこっちゃう。
か水が流れてない。砂利なんで注意。ちょっと入り口の出口が分かりやすいように旗が2本ずつついてるな。後で直すかもしれない。入り口が分かりやすい。旗が1本なんだけど2個ついてるね。でこの後バギーコースの入り口、バギーコースの入り口も逆なんで注意。バギーコースの中はタイヤの跡があるので、うまくタイヤの形を利用して逆バンクにならないように走った方がいい。結構大きい砂利なんで、あの変にアウトに合うとか上に乗られるので、もうタイヤのレールに沿ってきれいに回った方がいいと思います。走り方するとすぐ転んじゃうんで、丁寧に行かないとダメですね。ブレーキなんかも結構割と早め早めにかけて、ダイナミックに行ってもいいんだけど、砂利の上ってそんなにいっぱい上でネットも対面ゾーンに行きました。試験員は例年と同じ時ですね。よいしょ。乗る人は運んでいくときに、もうコーナーの出口方向に自転車向けとくとスムーズに乗れます。まあ、曲がってから乗ってもいいんだけど、もう運ぶときに斜めにして持っていくとスムーズに乗れるのかな。多分この辺が 80% ルールの予定値。いや違うだろ、あそこで 80% じゃないね。あそこで 80% したらまだ半周残ってるもんね。あそこじゃねえよ。間
間違えました。そうだ、まだ半分回ってねえもんね。そうだ、あそこ 80% じゃないよ。ってことはどこだ。スタートラインあたりで降ろされるの。でフードコートの中入ってきます。段差が結構平年より滑らかだね。なんだっけ、馬小屋の横。帰りのピットに出てきます。帰りのピット前の段差は緩やかになった。あ、これもうワンスパンあれかピットのとこやらないとこっち入ってしまうね。次ワンスパン分ずらさないと自然にピットにしちゃうな。間違えてもし入っちゃった時はそのままスルーしちゃうと失格になるんで、なんか機械交換するような動作っていうか、ない人は一回降りてタイヤ外すとか、なんか作業に近いことすれば失格にはならないと思うんで、分かんない時はピット審判に相談するといいです。もしやっちゃったなと思った時はちょっとそのまままっすぐ行かないで指示を受けた方がいいかもしれない。車凍りそうだね。ちょっと真ん中で一回止まる。もしかしたら作業中かもしれないね。中で止まる。はい、OK、行きます。今前田聖華さんのバナーがあったところが、去年段差があったところ。女子のエリートの試合は確かあそこで決着ついたんじゃないかな。がなくなって、スロープになって。今回は最後細く出る前に、クイックなターンが2つ入ってるのかな。ここのとこね、今走ってるのここが結構ふかふかなんで、この辺の処理がうまくいかないと、スプリントになった時に速度が悪くなっちゃうんで、よいしょ。はい、こんにちは。で、スタートラインに戻ってきて、ゴールに向かいます。ここら辺で残り300m、 400m ぐらいか。
を左です。ゴールの時は直進ね。